く自分の気持ちを言葉にしていればよかった。徹子、深夜、昨日無事に島根に着いたから。え、あ、昨日。あ、そうなんだ。またね。徹子が転校してしまってから、俺の生活は空っぽになってしまった。はい。お前がすりやから。お前に授けたいものがある。これ大事に使えよ。なんだよこれ。じゃあ。いつでもそばにいるアイドル、自宅ヒロイン桜色アリス。ちょっぴりセクシーでお茶目で泣き虫で甘えん坊で感電少女でちょっぴりおバカな小さな巨人でエクボは恋の落とし穴、桜色アリス。もし？ブーム、セイアンズ石です。やっぱりお前の差し金か。このクソニート気に入ってくれたかな。それはオリジナルが海外から入手した最先端のダッチワークだ。ダッチ？え？落ち込んでいるお前に一体貸してやろう。いや、ちょっとダッチワイフの方は。そう、桜色アリスとピンク色の日々を送りたまえ。お名前は？俊也です。俊也。はいはいはい。俊也。プニ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 カチカチでしょ。カチカチイエーイおい、そこさっさとあかんかい。グラウンド走らすぞ、ほら。お前らもだ、遅刻すんだろ。俺行く。遅刻すんだろ。行け。たくもうほんとどいつもこいつもほんとタラ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 しやがって、まったく。よしゅんや、おはよう。おはおは、うん、はらはらは、俺はらやって。おお、おはようしゅんや、はらしゅん、おはよう。うん、つけえよすいませんすいません。誰だよあいつ。パス。おいサッカー寄せてや。おい貸し出す貸し出す。おい貸し出すじゃんねんか。おい。痛い痛い、ほんまめっちゃ痛いねん。ほんま痛いわ。あ、お誰かおるんじゃん。おい気づいて。おい。見えてるか。あれやで。おい。ねえ、何してるの。ほっとけよ。新しいエスパーか。未成年の喫煙は法律で禁止されているぞ。なんだお前東京か。うっせアーケーンのくせにやんのかこら。校内での暴力は禁止されている。お前が抜けてもな戦力あり余ってんだよ。俺から来ることを楽しみにしてる。照り焼きバーガーうめえ。うわー一人の距離感マジでわかんねえ。おにぎりこただいまー。ただいまー。どこ行ってたんだよ。ちょっと買い物。ごめん、心配かけた？心配してくれてありがとう。鍋作ろう。鍋。うん。アリスが入ってた段ボール。懐かしいね。ダッチワイフ。え？ご飯とかだ。ご飯とか食べる。食べる食べる。食べる。うん、食べれる。それ輪切りになってるよ。ちゃんと切って。私やる。いっちゃうよ。はい。はい。はいはいはい。はい。せーの。わー。おいしそう。はい。離すよ。はい。ありがとう。わー。おいしそう。くたくたやん。いただきます。はい、いただきます。いいよ。いや、あ、じゃあ、じゃあしめじ。あ、美味しい。美味しい。うん。美味しい。一緒に寝てもいい？いやー、ちょっと心の準備が。はい、おやすみ。寒くない？大丈夫だよ。おいしくなれ。いただきます。寒いだろ。入ってやるよ。俺はこの先ずっと一人ぼっちなんだ。うわ。お前さ。その力生かしてみるよ。やばいやばいやばいって。なんだ貴様その目は。あなたは青少年の無限の可能性を潰しています。なんだと、グランド100周してるのか。いや、遠慮しない。なんだその言葉遣いは。友達じゃねえんだぞ、友達じゃ。やっほ貴様体罰だせんだよ。貴様グランドのトンボが結構。おっ、シュウヤ、おひさ、何してんだよ。俺の力を必要としてくれる人を見つけたんだ。だからって暴力は。え、ダメなの？俺は人との距離感を司る。シュウヤ、アリス。シュウヤ、あなたの力を使って。俺の力？シュンヤー、俺のはプニ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 カチッカチだろ。カチッカチ。うおーい、お前は誰だ。私はいつでもそばにいるアイドル、自宅ヒロイン桜色アリス。ああ、こいつは人質だ。シュンヤ、私のことはいいからこいつを。アリス、私は自分の役目を果たせないダメなダッチワイフだったけど、でもありがとう。あなたと一緒に暮らせて楽しかった。アリス、違う。お前らどうするシンヤ。お前がアリスと過ごした時間はお前の心に残っているはずだ。お前ら誰だよ。性犯罪者社会のカリスマ岸本さんのでした。あいつそんな位置づけなの。思い出せ、ピンク色の日々を。ああ、そうだよ、俺は変態だ。俺は女の子の靴下の匂いが好きだ。そしてブラジャーの匂いも。そうさ、俺はエロスの魔人だ。こいつ。うわ、あいつとの距離を感じすぎて頻度まで来てしまった。あいつのエロさマジでやべえ。ナマステー。ナンバーカレー。おにぎり。はい、俺の居場所はここなのかもしれない。勝ったのか。シュンヤ、助けてくれたんだね。どうだったアリスの日々は。もはや彼女はダッチワイフじゃない、お前の家族だ。もっと早く自分の気持ちを言葉にしてればよかった。チェンジで。やっぱりなんか顔で決めるわけじゃないんですけど、人を顔で判断するのは良くないんですけどね。やっぱりね、目指すなら上を。選んだわけじゃないです。こうして俺とアリスの日々は終わりを告げた。この後に巻き起こる嵐のことなど、この時はまだ知る由もなかったんだ。流れるんじゃない。オッケー。大丈夫？おにぎり。感電少女でちょっぴり。はい。ナマステー。おはよう。すっげえよ。ナマステー。ナマステー。脱いでから。そのままやって。ごめんごめん。はい、やっと。もう一度。